Hi, my name is Matcha. Fortunately, I found this program before coming to Toronto. 留学を決めて下調べを日本でしていたときに、e メープルやビッツなどといったカナダに住んでいる日本人向けのウェブサイトを通じてこの学校を知ることができました。最初はわからないことだらけで、どんな学校に行けばしっかり勉強ができるのか、友達が作れるのかなどと考えながら、たくさんの語学学校を調べたりしたんですけど、やっぱり本物の英語にできるだけ触れることができて、学校卒業後も自分で英語力を伸ばすための勉強方法を教えてくれるという点が気に入って、OSL に決めました。OSL の授業は普通の学校のような、教室の中でやる授業ではなくて、実際にトロントの街中に出て、有名な観光地だったり穴場スポットに、行くことができたり、英語そのものだけではなくて、トロントやカナダの文化や歴史についても知ることができたので、生活が何倍も楽しくなったと思います。 OSL でなければ限られた時間をもっと無駄に過ごしていた気がします。トロントでの充実したスタートを切れたので、これから残りの滞在時間、OSL で学んだことを使い続けて頑張りたいと思います。